こんにちは、ゲイルです、今回は悩んでる人は結局打ち方を変えた方が早いよねっていうそんな、話をしていこうかなと思います。まあ、よくですね、こう、X だったりかな、X だったり、まあ、YouTube でもいいんですけども、まあ、いろんなこう悩みがある方いますよね。テニスの悩みってどうですか？まあ、ちょっと待って、今 X、YouTube って言うんですけど、まあ、それこそ直接お会いする方々もそうなんですけども、まあ、悩んでる方々たくさんいると思うんですよね。で、皆様の、まあ、悩みっていうのはまあ、それぞれのレベルであると思うんですけども、まあ、いろんな悩みたくさんあると思うんですよ。その、まあ、ミス安定しないなとか、緊張したらできないなとか、狙ったところに行かないなとか、フォームかっこ悪いなとか、体力ないな、足動くの遅いよねとか、試合に勝ちたいなとか、まあ、何でもいいです。速いボールしたいもトップスピンしたいも何でもいいんですけども、まあ、いろんな悩みっていうのは結局全て打ち方を変えれば、なんていうか解決するよねっていうことで、なので結局根本ですね。これをクリアするためには何が必要なのか、それがクリアできたら次何が必要なのか、でいろんなこうなんですね、これをするためにはこうしないといけない、これをしないするためにはこうしないといけないっていうのをいろいろ考えていくと、結局突き詰めていくと何が必要なのかっていうと結局打ち方なんですよ。その打ち方がぐちゃぐちゃなせいでうまくいってないんだよねっていうのを、考えていけると、いいんじゃないかなと思います。まあ、例えばですね、まあ、そのストローク理由と、まあ、これも本当、まあ、昔から僕のチャンネル見た方、見てた方っていうのはよくわかると思うんですけども、まず体をどう使ってるかですよね。例えばですね、僕が、まあ、よくやる例えがあるんですけども、まあ、安定してじゃあボールを狙ったところにコントロールしたいな、緊張した場面でも体調が悪くても、安定集中したいなっていう時に、球出しで説明することが多いんですけども、球出しっていうのはあれですね、自分がボールを出してあげる立場だとして、例えば相手のコート のサービスラインの上ぐらいにボールを落とそうかなと思ったとして、今から3つパターン1、2、3の、3つを見せるので、まあ、それぞれどれが一番安定して相手コートに落とせるかなと思って見ていただければと思います。パターン1、パターン2、パターン3、これ、何を変えたか、分かりますでしょうか。まあ、パターン1、2、3それぞれじゃどれが安定して、球出しをできそうか。結局今3つともサービスライン付近にボール落ちたんですけども、長い目で見るとこれがいいよねっていうのが、答えは何番でしょう。皆さん見たら分かったと思うんですけども、これ3番、手首を支点にラケットを振ったのがパターン1、肘を支点にラケットを振ったのが、パターン2、肩を支点にラケットを振ったのが、パターン3でした。でその上でじゃあ一番いいのは肩を支点に腕を振れてる3番なんで、まあ、何でかっていうのは、まあ、皆さん何でと思いますか。はい、皆さんも考える癖をつけた方がいいんじゃないかなと思うので、もう八尋が言ったからそうなんだではなくて、確かにそうだよねってこう頭の中で理解できた方がいいんじゃないかなと思います。パターン1の手首、これはラケットの向きの変わりが早いの分かりますかね。これまず一つは肘を支点に振った時と比べたら手首を支点に振った時の方がスイングの半径が小さいことによって面の向きがすぐ変わってますよ。で肩を支点に振ってあげた方がより面の向きが緩やかに変わります。緩やかに変わるってことは狙ったところに狙いやすいですよ。ちょっとでもずれたら左行っちゃった、ちょっとでもずれたら右行っちゃったってなるよりは緩やかに変わってくれた方が少々の打点のズレで大きな、ばらつきは出ないというか、これでも確かに狙えるんだけどそこじゃないとダメだよ、これだったら少々ずれても同じとこ行くよねっていうのは、まあ、なんとなくイメージ湧くんじゃないかなと思います。なんで、まあ、体をどう使うのか、まあ、今実際には体全体を考えないといけないんですけど、とりあえず腕で説明しやすいので肩を支点に使えた方が、まあ、スイングの半径が大きくなるから面の向きが緩やかに変わるから、やりやすいよねっていうのが、まあ、大きなポイントになってくるかなと思います。あとはですね、使う体の場所が変わることによって
あの力の出し方、ボールへの力の伝え方が、全く変わるんですよね。ちょっとそう思って見てほしいんですけども、例えば手首を支点にあのボールを出してしまう方というのは何をしているかというと、あの手首を使って手首を動かすってことは、前腕の筋肉をこう、あれですね、手首動かすってことは前腕の筋肉をあの伸ばしたり縮めたりすることになるので、筋肉を使って、この前腕の筋肉を使ってラケットを振らないといけないですよ。前腕の筋肉を使ってやるってことは、あのこれ分かりますかね、あの1、2球打つだけなら全然いいんですけど、これじゃあ100球打つぞ1000球打つぞってなるとどうなるかというと、だんだん手がパンパンになってくるんですよ。でパンパンになってくるとどうなるかというと、疲労が蓄積されて、あ手首痛いなとか肘痛いなってなります。手首肘が痛くなるのは、まあざっくりですよ、まあいろんな理由ありますけど、この前腕の筋肉を使いすぎて酷使しすぎて、手首肘、この肘の骨にこうついてますからね、まあ痛めちゃうよねっていう状態になっちゃうんですよね。なので、手首をあんまりこう、手首とか指か、握力もこれ前腕の筋肉、握力、手首が前腕の筋肉を使っちゃうので、手首肘に負担かけやすいよねってなります。なのでこれをできる限り使いたくない、使いたくないというか、あのボールを飛ばすことに使いたくない。なので、じゃあ肩を動かす場合、これ肩を使う場合っていうのは何をしているかというと、もちろんこれ肩を動かすための筋肉も、まあ、胸だったり肩だったり肩甲骨周りだったり、まあ、いろんな筋肉使ってます、使うんですけども、それよりも使っているのは重さなんですよ。あの、わかりますか、このボーリングの球を投げた時のような、これ今肩を支点に振り子動作を使っているので、これ、じゃあこれで言うと、下に落ちた勢いで上げ、引いて上げた腕を出し落としたことによって上がった。これを利用することができれば、このぐらいの長さでこのぐらいの速度で振れば、だいたいあそこに行くよねっていうのが、わかりやすい。これあの、まあ、レッスン受けてる方とかわかると思うんですけど、テニスコーチの人ってだいたい肩を支点にこうやってボールを出してませんか？手首使ってはいはいみたいな、こうやってずっと出してる人いないと思うんですよね。あの僕もその、まあ、職業をコーチしてるので、一日レッスンやるよってなってこうやって回したら、あもう手が痛くてたまらんみたいな、痛いっていうのはその、まあ、疲れたとかあると思うんで、でも肩を支点だったらこれぶら下げてる腕をこう振るだけなんで楽なんですよ。これが何を言いたいかというと、筋力を使ってボールを飛ばすのは NG、この腕とラケットの長さと重さを利用して、重さがぶつかるからボールは飛んでいった、これが楽に打てる、ポイントになります。なので、今、玉出しだけで説明する、玉出しの今の説明だけで、まあ、叶うとしたら、まず安定して打つ、安定して打つためには細い筋肉関節回りも太い関節の重さを利用した方がいい、狙ったところにコントロールしたい、いつもこうボールがばらついちゃう方、狙ったところにコントロールしたいならやっぱりこれした方がいいよね。緊張した場面で、ボールを安全に打ちたい、わしんし試合でなんですか、練習では全然ノンプレッシャーなんでいいんだけど、本番の試合になったら緊張する、やばいってなったら、そのやばいってなった時にやばい、あーすこーってなるよりは緊張してもこっちの方がいいですよね。さっき言ったように、これどれぐらいの力加減でやればちょうどいいかって分かんないですよね。その時の感覚で調整すればいいんじゃないかと思うかもしれないですけども、もし体調が悪かったら試合に勝ち進むと、まあ、玉出し選手権みたいなないんですけど、まあ、これ一つの例として考えてほしいので、手先をメイン使ってる人はどうしてもその体調が悪い時はあの力が入んないなとかなっちゃうと思うんですよ。でそれが、こうやったらあの体調が良かろうと悪かろうと、疲れてようと、疲れてなかろうと、あのこのぐらいの長さ、このぐらいの重さを振ればいいんだなっていうのがあの分かると思います。あとはなんだっけ、速いボールしたいか、速いボールしたいと思っても速いボール打つぞってなると、あのこれ分かりますか、疲れますよ。この重さをぶつけるぞっていう速さの方が、まあ、楽にボール打てるよね。じゃあスピンかけたいぞ、スピンかけたいから下から上に振るぞってなると、これ疲れる、これ下から上に振るぞ、これ落ちた勢いで上げた、これ楽ですよ。あとはその怪我したくない、怪我したくない方はむしろこれ怪我し放題、これ怪我少ない、少ないっていうのは絶対しないとは言えないですよね。そのもちろんその状況によって、あのなんですかね、
やりすぎたとか怪我する可能性ありますけど、これでやりすぎるよりは怪我しないよね。なんで、まあ、安定させたい、コントロールしたい、早く打ちたい、スピンかけたい、怪我したくない、試合でも発揮したい、力発揮したいってなった時に、じゃあ何が必要なの？打ち方です。で、今のは打ち方は球出しなんで、これでいいんですけど、もちろん相手はいろんなボールっていうので、いろんなボールに対応するために、もっと細かくこうした方がいいよねっていうところあるんですけども、大きなこと、言うなら、大きなですね、大枠で言うなら、体のどこを使うのか。細い筋肉関節じゃなくて、太い筋肉関節を使うっていうのと、どれぐらいの重さ、どの辺の重さじゃない、どのぐらいの長さで、どのぐらい の速度で、どう重さをぶつけれるかな。筋肉じゃなくてね。重さをぶつけれるか、太い関節を使えるか、そんな感じで、考えていけるといいんじゃないかなと思うので、皆さん、どんな悩みも全て打ち方を変えれば、解決します。ぜひ悩みを解決していただいて、楽しいテニスライフを送っていただければと思います。で、その話で今回の動画を終わります。また次の動画でお会いしましょう。いいねとコメントとチャンネル登録をお願いします。まあ大体ですね、こういう話っていうのは毎日音声配信でボイシーをしているので、まあそういう話もしています。あ、毎日こういう話でもだけでもないんですけども、いろんな話しているので、ぜひフォローしていただいて嬉しいです。あとは毎日 X も更新していますので、そちらのフォローも、よろしくお願いします。じゃあそんな感じで、今回の動画は終わります。また次の動画でお会いしましょう。いいねとコメントとチャンネル登録言ったかな。はい、じゃあそんな感じで終わります。ありがとうございました。あなたのテニスがより早く効率よくレベルアップできるようにと思い、オンラインレッスンを立ち上げました。今ですね、毎月、いろんな県から、福岡の方にレッスンに来ていただいている方が、たくさんいます。で、そういう方はですね、どうしても予定を組んで福岡まで来て、レッスンをしてっていう時間とお金がすごくかかるんですよね。なんでそういう方を救えたらと思って、始めました。今、全国にはたくさん悩んでる方がいます。テニスもっと早く上達できないかな、今自分はどういう状態なのかなっていう方たくさんいるんで、そういう方を救いたいと思って、作ったので、気になる方は、詳細はですね、概要欄に載せるので、ぜひ見ていただければと思います。ざっくり言うと、フォアハンドならフォアハンド、バックハンドならバックハンド、まあ、サーブならサーブ、何でもいいですけど、一つのショットを僕に動画で送っていただいて、課題を伝えます。で、課題を伝えて改善するためには、どうしたらいいのか、練習方法などにも、お伝えしていこうと思っているので、まあ、そういう形を、取っています。本気で上手くなりたい。もう自分は、これ以上レベルアップできないかなとか、自分一人でどうやったらレベルアップすればいいんだ、っていうのが、わかんない方たくさんいると思うんで、そういう方を救えればと思います。はい。そんな感じで、気になる方は、僕にご連絡ください。以上です。ありがとうございました。